8番の鶴丸左、最後に収まりまして、エールに完了しました。スタートしました。ほぼ揃っています。先行争い、まず中をついて、テームハンター、レオカがいますが、この内を回っては、ジルクコサージュ、第1からは、次のアマゾです。そして、大津からは、エーシンランカー、盛んに行きました。ここで、エーシンランカー、先頭、リード、半馬身から1馬身ぐらい、2番と仙台、鶴が上がってきた。中野チェイサー、2番手で上がってきて、3番手、内を回って、半馬身差、次のアマゾです。4番手、1馬身差で2頭は、ストーツいたテームハンター、内から、ジルクコサージュの2頭。そして、その後、2馬身から3馬身差がついて、鶴丸左が追走しています。一馬身それ、ゴールデンレイビー後方から、あとは一頭ポツンともう十馬身ぐらい遅れた、6番のリアルバンビ。各馬早くも3、4コーナー、中間地点を通過、第4コーナーカーブへ。栄新ランカーズ先頭です。リードが1馬身ぐらい引き付けています。2番手の1、高野チェイサー。そして3番手、半馬身から打ったら、次のアマゾンですが、2番手のインコースから、第4コーナーから直線コースを向いた。先頭は栄新ランカーズ余裕があります。リードが2馬身ぐらい。さあ2番手コーナー枠で打ったら、次のアマゾネスが上がってきた。3番手、体勢変わってシルクコサージが突っ込んできた。しかし2番手とは3馬身差がついて200メートル通過。先頭はエーシンランカーズ、これから150メートル。リードを2馬身から2馬身半と思ったまま、次のアマゾネス2番手、あとはもう7馬身差がついた。圧勝だ、5番のエーシンランカーズ、3馬身ぐらいリード、ゴールイン。次のアマゾネス2着、8馬身ぐらい差がついて、3番手にはシルクコサージ。そしてその後後方からは、リアルバンビが直線で足を伸ばして4着入線を果たしています。向こう正面の左手、枠入りは順調に進んで恐れ入ります、入りました。そして最後に14番のワンダーレイズ、外14番ゲートに、まあ、ゆっくりと収まって、これで全部枠入り終わりました。スタートしました。ワンダーレイズ、好スタートを見せましたが、恐れ入ります、出ていきます。ワンダーレイズ、恐れ入ります。後方からはトム、瀬戸のマックイン、さらにはタマモゴーサイン、最内から1番のスルタリオンと先段5、6頭が1段です。そして前の4頭から1馬身差、サンデーミッキーです。ワンダーレイズ、瀬戸のマッケリン、内からは KS1 が加わった後位集団。4馬身ぐらい馬群が開きました。エーシンダンカークは後方集団、アンクリッチ、さらには3アモーラ、3強ヘッダー、その後に大角金が、最高峰に4番、ミッドインパラーレで、各馬が3コーナーをカーブしていきます。3、4コーナー、中間にかかったところで、スルタリオンが先手を奪っています。2馬身のリード、恐れ入ります。首を伸ばして2番手、サンデーミッキー、外から上がっていきました。内ではトム、サマモゴーサイン、残り400は既に通過。その後に KS1、さらにはエーシンダンカーク以下、第4コーナーから直線コースへ向かいました。先頭は、スルタリオン、スルタリオン先頭です。まだ体半分ぐらいのリードがありますが、外からはサンデーミッキー、サンデーミッキー、さらに外からは KS1、外に持ち出してエーシンダンカーク、懸命の追い込み体制だ。間からは大角銀が追い込んでくる。前の争いですが、3番の KS1 が先頭だが、外からはエーシンダンカーク、エーシンダンカーク、エーシンダンカークはエーシンカーク切ってゴールイン。エーシンダンカーク、最後は測ったようにKS1を捉え切りました。2番のエーシンダンカーク、結局人気両馬の決着になりました。2番のエーシンダンカーク快勝です。ホーマンベルウィン。それから西のビート。最後に向かいます。収まりました。スタートしました。ちょっと内の方、スピード遅れ加減のスタートになりました。先段で部屋もダッシュが来ません。先行争い、まず中を聞いて、エーシンランカーク。これを見ながら、レインボースーダンがスーッと出てまいりました。そして、内からかわして、エーシンマリランナ、内から、パーノディエント、この2頭が1番手、1番手半のリード、3番手の1、2頭ですが、レインボースーダンと外を突いた日本ピロナイスの2頭、先段4頭1段、2番手ぐらい差が過ぎて、5番手の圏内はケースブルボンを務めたら、その内を回ったエーシンランカーが控えています。内を回って1番手2頭、アルアランとシジードが上がってまいりました。その後、半馬身差、先段で部屋も差を詰めて、後方集団は、ワンモアリュール、そして1馬身差、西のビート、その外を回って、ホーマンベルウィン、インコースを回っては、ユーキレインボー、半馬身差でスプリングホース、半馬身から1馬身差、三金がその展開になりました。早くも各馬、3、4コーナー、中間線後方からは、ワンドアロマ、ポツンと追走です。第4コーナーカーブ、先頭争いは、サーノディエント抜けてきました。リードを1馬身ぐらい、さあ2番手に行くからは、レインボースーダンが差を詰めて400の様子を通過。第4コーナーから直線コースを向いた。2番手、3番手、混戦状態、外をついては、日本ビロナイス、そしてアルアランも連れて追い込んできた。2番手、3頭連れて追い込んできている。あとは2馬身差、ようやくエーシンランカー君も連れてくれた。5枠の2頭、現在15番手、近い外から強烈な足、エーシンランカーク、ワン回りも突っ込んできた。さあ、先頭の際、日本ピロナイス、外から5枠2頭突っ込んだが、エーシンランカーク1位の差し切り勝ち、2番手日本ピロナイス、ゴール。3着ワンモアリエル。
精神段階は白伸び足、さすがです。